いやー、試験も近いからね、こっちの参考書も買っておいた方がいいかな。こっちの問題集も買った方がいいかな。そうやっていろいろなものを買おうとしている君、ちょっとだけ待ってください。はい、改めましてこんにちは。全盲の講演家、そして YouTuber のアナちゃんこと穴澤祐介です。みんな、参考書何冊持ってる？問題集も含めて、私が高校の頃、まあいろいろ極端なことを言う先生が一人いてね、まあその先生正直あんまり好きくはなかったんだけど、でも言ってること確かに一理あるなって思うことが多々ある先生でね、その先生がこんなことをある日言ったわけ。大体ね、参考書の数を見るとその生徒が頭がいいかバカか分かるってその先生言うわけ。随分極端なこと言うでしょ、ね、でその先生曰くよ、これ私が言ったわけじゃないよ大体参考書をいっぱい持ってる生徒はバカだって言うわけよ一概には言えないと思うよそんなことね、でも確かにこれ言ってること一理あるなって思う。それはなぜかっていうお話をするね。私アナちゃんは、今はね、生徒さんとかあんまり取ってないんだけど、基本的にはかつてバイオリンとか音楽理論を教えてた時期があるんだけど、そうだな、大体みんなね、ある程度頑張ってるけどなかなかうまくいかないな、なかなか思うように進めないなって時にね、大体みんなね、あと何の本を買ったらいいですかとか、あともうちょっといい楽器買った方がいいですかとか、先生みたいにいい弓に買い替えたらこれ弾けるようになりますかねとか割とね、そういうことを言う生徒さんがいてね、まあそういう生徒さんには、こういうことを大体アナちゃんは言ってました。ちょっと読めるかどうかわかんないんだけど、ちょっと漢字の自信がない読めるかな。道具を高める前に自分を高めなさい、ね、大体みんなね、道具に頼ればどうにかなると思ってるわけ、ね、でさっきの参考書の話で言うと、例えばね、よしこの問題集買ってこの参考書も買ったから、よし今度の試験はバッチリだと思って、意外とその問題集とかやらなかったりするわけ。最初から最後まで、端から端まで全部みっちりやったっていう問題集とか参考書どれぐらいある？私アナちゃんは多分ほとんどなかったと思うバイオリンの教本とかでもそうよ、端から端まで完璧にやるってなかなかできないよ、ね、で楽器とかのその道具もそう、だいたい弓をいいもん、それはいい道具にすれば、まあそれはいいかもしれないけど、道具がどうにかしてくれるわけじゃないわけさ。だから、いやこのバイオリンだとちょっとあまりうまくならないんですよとかいう生徒さんにはいつもね、あ、じゃあその楽器貸してくださいって言って、そのバイオリンで弾いてみせてあげてた、いつもね、自分を高める努力をして、自分が高まってから本当に物足りないと思った時に初めて道具を高めることを考えてみたら、より成長できるのではないかと思います。よかったらチャンネル登録もよろしく。アナちゃんでした。